ギガ連射。さあやっていきましょう。今日やっていくのはこちら、クターのボンダンスクリスマスバージョンです。クリスマスバージョンのゲームがまだ他にもあった。バージョンというかクリスマスのゲームがね。なんでちょっと遅れちゃいましたけど、こっちもやっていきます。クリスマスの、そうですね。そういや、まあこれも残ってたわ。こいつらも、森の仲間たちをまた召喚してね。特殊召喚してね。やっていきます。そしてあらすじからいきますか。笑っているのか泣いているのかさっぱり読めるかこれ。さっぱりわからないが、サンタ衣装もバッチリ決まっている脅威の無表情キャラクター。今年のクリスマスは夏に行われたボンダンス大会がクリスマスバージョンになって帰ってきたぞ。画面下のピンク色の線と緑の台がぴったり重なるタイミングでジャンプしよう。途中にある丸ごとチキンを取るとさらに得点が上がりやすくなるぞ。うまくジャンプできないとゲームオーバーだ。ジングルに合わせてノリノリジャンプ。みんなの注目を集めまくれ。ということです。ちょっとね、テストプレイじゃないけど、あ、これどんなゲームなんだろうなと思ってちょっとやっちゃいました。1位が、一番低い点取ると1位が見えないですね。上の方の順位の差が見えないので、まずは思想というか走ってみようと思います。でも、まあ、ボンダンスなんで、やり方は簡単です。てれれってれってのが前やったけど。あれと同じ。リズムゲーです。いいんだよなクターの曲って。どことなくテクノな感じがいいんだよな。ちょっと下見ていい？なるほどね。今ちょっと下の方見てるんですけど、見えるかな？こういうところね。ゲームの遊び方見てるんですけど、ちょっと違うタイプのバーは何か違いがあるのかなと思ったけど、あんまり何も書いてない。そして金と見てみると、このゲームのコツ、タイトルで D キーを押しながらスタートすると、デモが始まるぞ。デモを見てクリックするタイミングを覚えよう。へぇー。なるほど。それは裏技ですね。それ確かに裏技だ。だが、それは使っちゃいけないよね。デモ見てからやる。どんだけガチぜよってなっちゃう。それは見ない方向でいきます。てってれ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 。ホーリーナイトって出てるな。ジャストでいくと。このめっちゃ光ってる時のバーはなんか違いあんのかな？あ、骨はあれか。結構いろんなところに目移りする。ダメだダメだ。全然喋れないよ。喋ってミスるのは怖いよ。結構やれてるけどな。やれてはいるつもりなんだが。やれてないんだし、あれどうすりゃいいの？あれどうすりゃいいの？どうかわせばいいの？66位。66位じゃまだランキングの上が見えんのよ。まだ見えんのよ。どこまでやればいい？どこまでやれば上が見える？何ポイントいけばいい？真剣っていうか、もうできなさすぎて真剣だから。実況にならん。てってれてってれてってれれれれて。おお、飛んだ飛んだ。跳ねた跳ねた。光るバーってなんか長押したらなんかあるとかないかな。押せない。そんな線の余裕全然ない。よし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 。ここまでは前も来てるんだよ。骨も同時に取っていけってことね。下を押してるからタイトル押しちゃって戻っちゃう。下押さないようにしよう。この画面のゲームしてる画面のすぐ下にタイトルボタンがあって、そのタイトル押しちゃってリセットになっちゃうよ。クリスマス。
全然今年クリスマスらしいことしてないけどね。このクタのゲームだけがクリスマス感を俺にくれてる。でも多分そんな人結構多いと思うな、今年は。ね、コロナのせいでね。なかなかお出かけすることもできず、そんな感じじゃない？まあ、クリスマスらしいことってのもね、生まれてこなかったあんまり あったような気が、ああダメだよ。ダメだよ、喋りながらやると。上が見えん。上が見えんな。多分ね、YouTube 上にはあると思います。ちゃんとした。ちゃんとしたプレイ動画がね。一応ちゃんとクリアしてるやつとかもあると思う。てぇ。集中していこう。集中していこう。てん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 。てん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 。よいしょ。ここはもうね、骨を臆せず取っていく。一瞬今固まったぞ。よし、タンタン。ああ、ダメだ。難しいよ。誰か俺の代わりにこれやってくれ。あ、でも一応1位が見えた。ルドラ。1位ルドラ。3158本。ほう、このランキング見るとあんまりなんかわかんない人たちばっかだな。ルドラ、コーン、バウン、アカザマウン、モウ、アカザムン、どうしてこんな名前つけるの？何これ。そしてこのなんか、なんだろう、ノリチカみたいな名前の人。アッキー、ゼンマイ、ネコニア、アイバクルミ、ヤムヤム、などなどですね。なんか、どうなんだ、あんまりなんか、上位に、ランカーが上位にいないな。これは音ゲーがガチ勢みたいな人たちが上にいるのかな。そういう感じなのかな。もっと上行きたいけどなぁ。いける気がしねえ。ここまでしとくか。最後、デモ流しとくか。デモ。はい、デモ。デモ中。タイミングよくマウスをクリック。これはデモらしいよ。あ、俺、やるよりも、こう、見ながら突っ込み入れる方が楽しいな。そうしようか。よく見るとこの踊ってる、よく踊ってる。これ木なの、もみの木なの。なんかあんまり木らしくないな。木のなんか下の部分が切れてる。こういう真ん中のやつは間違いなくクタなんだけど、違う色のやつらは色違いクタっていう認識でいいのかな。クタの有名キャラたちはこの中にいない。ネイビーとかブロストとかいない。そりゃ今年はクリスマス飾りも家に出てなかったな。まあ当然といえば当然だけどな。当然といえば当然なんだけど、なんか、日本の中でのクリスマスブームみたいなものがさ、やっぱ天皇誕生日が23日だったから、多少なりともなんか、ここらで連休をとかさ、土日が被らなかった、来たとしてもさ、天皇誕生日が土曜日だから、こう、振り替えで月曜日が休みみたいな。ね。え？振り替えで？うん。みたいなね。あ、この辺か、いいな。だん。ダッ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 ダン。いいねー、ここまで行きたいねー。でも普通にやっても2300ポイントだったぞ今。普通に全クリしても2300で、あとはそっからチキンの上乗せなのか。すごい世界だ、はあ、ということで
デモのおかげで一応全部見切ることはできたね。不甲斐ないアザラシを許してくれ。クターのボンダンスクリスマスバージョンでした。はい。来年はどんな年になるでしょうかね。どんなクリスマスになるでしょうかね。今年以上のクリスマスってなかなか人類史史上もなかなかないような気がするけど。はい。ほなまた。